上野松次郎五代、上野松次郎から1939年11月27日は、日本の商人、政治家、衆議院議員、栃木県多額納税者、資産家、実業家、属籍は、栃木県平民、下佐国長州生まれ、渦木正三の次男、渦木昭三郎の弟、1883年、栃木県宇都宮の上野家の四代目、 松次郎の長女民と結婚し、養子となり、1889年、上野家の家督を相続した。上野家は屋号を油松と言い,い、初代松次郎は材木長、油屋、松次郎の名で業務を急拡大させ、初代松次郎の次男三代松次郎は、生油工程で副産物として生成される油かすを肥料として販売。 五代松次郎は、家業の肥料商を営み、肥料問屋として、業界で重きをなした。また、銀行会社の重役だった。宇都宮商工会議所初代会頭、宇都宮銀行、下野中央銀行各頭取下製紙宇都宮ガス、下野松次郎商店各代表取締役などを、務めた。宇都宮市会議員、同志三次会員等に挙げられた。 1914年、宇都宮市会議長に選出された。1917年、衆議院議員に当選、立憲声優会に所属し、一期務めた。独力で、宇都宮市立幼稚園を設立し、その園長となる。貴族院科学納税者議員選挙の5000資格を有した。住所は、栃木県宇都宮市本郷町。ありがとうございます。